の宮本武蔵と呼ばれているロン・ドレーガーさん57歳。彼は剣道7段、講道館柔道5段、柔道は師範の免許を許されるなど、段を合わせると18段に達する日本人以上に武道に通じている人と言われています。終戦直後、アメリカの軍人として日本にやってきた彼は武道の魅力に取りつかれ、以来日本に住み着いています。彼は日本の武道をテーマに、すでに30数冊の本を英、仏、スペイン語で世界に紹介し、さらに東南アジアに出かけ、各国の格闘技を調査研究しています。彼は今から12年前、成田市三里塚の香取神道流の師範大竹先生を知り、以来奥義を極めようと成田市に住居を移し、毎週2回道場に通ってきます。大竹先生は当時の思い出を、ちょうど12年ほど前になりますから忘れたこともございますけども、そして私があの途中、確か日本の軍学兵法というものは戦いの法でなく平らな法であると、敵を撃って勝つ者は第二第三番目であって、戦わずして武器を使わずして目的を達成するというのが本当の勝利であると、張一斉先生はこういうふうに教えているのであるからというようなことを確か申し上げましたね。そうしたらその後1週間ばかり経って、ぜひ神道流に入門させてくれということがあったんです。そして私も外人の入門は何しろ初めてなもんで、いろいろ考えましたが、武道に国境はないと思いまして、それで入門を許したんです。香取神道流の正式名称は天真正伝香取神道流と呼ばれ、室町時代の中頃、飯笹長異祭家直公によって編み出され、塚原牧伝をはじめ多くの剣豪が修行に励むなど、武道の多くがこの流れを汲んでいると言われています。今に伝承されている香取神道流の極意書トンボ伝書は、簡略化された構図の中に無駄な動きを徹底的に排除した武道の科学性と奥行きの深さを今日の私たちに語りかけています。闇に向かって一心に修行に励む大竹先生、香取神道流は剣術、棒術、薙刀術、居合術、柔術などのほか、天文、地理など総合武道を今に伝えています。武道の修行は礼に始まり礼に終わると言われています。武道の場合、礼が欠けると剣は凶器に変貌するため、初心者は特に厳しく教え込まれます。修行を始めて30年、彼は武道を次のように語っています。
ですか。まだわからないです。まだ修行です。だから僕も大体経験の半分ね、まだわからないですよ。まあ学者はもう本たくさん書くんでしょ。もういや、なんとなんとなんと、それわからない、その人。言葉。彼の言葉を要約しますと、学者はいろいろ語っていますが、修行を積めば積むほど奥行きの深さを知り、修行半ばの自分には言い表すことは不可能であると語っています。彼が本を書く際の心の在り方について、じゃあ僕の考えじゃないです、その本。僕書くだけですね。先生からこれと説明、僕書く、この先生これ、僕じゃないです。全然入ってない、僕は。写真も入ってない。要するに教えられたことを間違いなく書き綴り、海外に紹介することを自分の務めと肝に銘じてきたと語っています。このポイント、このポイント、それだけですよ。僕はリポーターね。まだその研究早い。まだ10、20年ぐらい、まだコンクルージョンできないですね。その研究の人はあまりないです。だからまだもっと研究、もっと深くね、まだわからないですね。これとこれ比べて。日本武道と各国の格闘技の比較について、それぞれの国の歴史が違い、格闘技の性質が異なる以上、比較することは不可能であり、したがって日本武道の長所についても簡単には言い表せないと語っています。毎年研究してまだコンクルージョンできませんね。まあ何でもそうですよ。研究ですね、まだ浅いです。僕は浅いです。まだ武道の修行は、技を磨くことと精神を磨くことが完全一体となって、初めてより大きな成果を収めることができると言われています。身長1メートル87センチ、体重98キロの全身を使い、振り下ろされる木刀からは、彼が武道にかける強い決意をうかがい知ることができます。外人修行者はドレーガーさんを含め5人。今日も彼の友人2人が見学に来ています。外国の人たちがだいぶのカトリセントリを学びたいという人が多いっていうことですけども、ドリガさんは他の今の流行りの流派ですね、エアイズとか剣道とか、そういうものはいくら普及されても別に深い考えはないと思いますけども、この